皆さんこんにちは。今日はこのようなレトロなタイトルアニメーションを作っていきたいと思います。では早速作っていきたいと思います。コンポジションから新規コンポジションを開いて、プリセットは HDTV の 1080×29.97 で、デュレーションは5秒で設定します。ではまずこちらの After Effects Project っていう、テロップから入力していきたいと思います。今回使うこのフォントは、Adobe の Creative Cloud をご契約している方は Adobe フォントから、ダウンロードができるようになっていますので、概要欄からダウンロードしてインストールをしておいてください。では After Effects、こんな感じで入力できました。140ぐらいにしておきます。続いてはこちらの、リボンでタイトルデザインと書いてあるこちらのオブジェクトを作っていきたいと思います。こちらはですね、 After Effects 内でも、作成が可能なんですけれども、イラストレーターを使った方が、作りやすいので、今回はちょっとイラストレーターで作っていきたいと思います。まず長方形ツールから適当に長方形を作ってください。ではこちらの長方形のオブジェクトを選択し、コマンド C とコマンド B をします。そうしますと、こちらの今コピーしたものをこちらのオブジェクトの背面にペーストがされたと思います。そしたらツールバーからこちらのダイレクト選択ツールを選択してください。ダイレクト選択ツールから、パスの頂点を選び、こんな感じで配ったような感じで作ります。ではこちらをまたコピーしてコマンド B を押して、ダイレクト選択ツールを選び、パスの頂点を選んでから、こんな感じにできると思います。でそしたらですね、こちらの、今先ほど作ったオブジェクトを選び、ペンツールを選んでください。キーボードの P ボタンを選べとペンツールに変わります。パス上にですねポイントをつけて、こちらのダイレクト選択ツールからこんな感じでリボン型に作ります。今あの左側ができましたら、こちらをですねオプションを押しながらやると、オプションとシフトを押しながらやると、そのまま横に移動されてコピーができます。今こちらあの同じ方向になってしまってますので、こちらをですね反転させます。こちらのですね、リフレクトツールからシフトを押しながら左にドラッグすると、こんな形に反転されます。そうしますとこんな形でリボンの形ができます。ではこちらにですね色をつけていきます。オブジェクトを選択し、この塗りの方に適当に色をつけます。線はなしにしておきます。でこの後ろ側にあるこちらのリボンを選び、こちらの色はもう少し黒くしておきます。で今こんな形で、リボンができました。こちらをですね、今レイヤーをそれぞれのパーツごとに分けたいので、イラストレーターでですねレイヤーのパネルを出していただきまして、レイヤーのパネルはですねこちらから出すことができます。レイヤーパネルを出してオブジェクトを選択して、こちらの3本線のところをクリックしていただきますと、サブレイヤーに分配というのがあります。こちらを押していただきますと、このように各オブジェクトごとにレイヤーが作成されました。
今ですねレイヤーが、グループ化されちゃっていますので、こちらをレイヤーを個別にしておきます。こんな形でですね、各オブジェクトごとにレイヤーが分けられたと思います。それではこちらのオブジェクトをすべて選択して、オブジェクト全体に合わせるをクリックします。そうしますとアートボードのサイズがですね、選択したオブジェクトのサイズにピタッと合ってくれます。ダイフェクツにですね持っていった時にですね、不要な部分がですね出てしまって、使いづらいので、イラストレーターでパーツを作るときはこのような形で余分なですね、こういった余白の部分をなくしておいておいた方が、作業がしやすいので、自分はこのようにやっています。今作ったリボンを保存しておきます。読み込み設定はコンポジションレイヤーサイズにしましょう。 OK をクリックします。そうしますと先ほどイラストレーターで作成したリボンが読み込まれました。こちらをですねシェイプレイヤーに変換します。イラストレーターで作ったものをインポートして、でそちらをシェイプレイヤーに変換するという作業になります。なぜこのような作業をするかと言いますと、イラストレーターで色調節してもいいんですけれども、アフターエフェクト内でですね変換させた方が、色の調節などしやすいので、ここではイラストレーターのデータをシェイプレイヤーに変換したいと思います。レイヤーから作成、ベクトルレイヤーからシェイプを作成を選択します。そうしますとイラストレーターのデータがシェイプレイヤーに変換されました。で、今変換したものを最上面に持ってきまして、イラストレーターのデータは使いませんので消しておきます。このような形でシェイプレイヤーに変換されました。はい、ではここまでできましたら、こちらのリボンをですねアニメーションしていきたいと思います。ではこちらのオブジェクトを選び、この三角形のですねマークをプルダウンさせていって、このパスというのがありまして、パスにキーフレームを打ちます。適当にキーフレームを打っていただいて、で今の状態をキーフレーム打って、インテンの方でこのように伸びていくという感じでアニメーションをさせていきます。こんな感じですね、できました。でこのような要領で他のオブジェクトも同じようにアニメーションをつけていきます。順番につけていきます。 このオブジェクトが、アニメーションできたら、次にこちらのオブジェクトで、こちらの矢印を、押していって出していくのがちょっと面倒なので、コントロールアットマークを押していただくと、全部の項目がバッと出てきますので、今回はこのショートカットを使って作っていきたいと思います。現在の位置にキーフレームを打って、マークをして現在の位置にキーフレーム、では次はこちらのオブジェクトですね。
は作業ですんで、さらっとやっていきます。まあ、リニアワイプを使って、作成をしてもですね、まあ、こんなような形でできるんですけれども、リニアワイプですと、オブジェクトのその解像度あたりのパーセンテージになるので調節が難しいんですけど、パスのアニメーションの方が確実にいい結果が得られるので、今回はパスのアニメーションでこのようなアニメーションを作成しました。こちらをですね、イージングをかけて動きに緩急をつけたいと思います。オブジェクトをすべて選んでキーボードの U ボタンを押すとですね、キーフレームがついた項目を表示できます。キーフレームを選んでいただきまして、右クリックで EGs をかけます。で、グラフエディターを使ってこの調節は、動きの強弱は調節していきたいと思います。グラフエディターがですね、以前のバージョンだとグラフエディターを表示させたいやつのここの部分をクリックすると出るんですけど、なんかエラーが出てしまうんですよね、あの新しいバージョンだと。ちょっとよくわかんないんですけど、この項目を選んでいただければグラフエディターが編集できるんで、項目を選んでグラフを出してください。そしたらですね、こちらのタイトルデザインっていう風に書いてあるこのテキストを先ほどのリボンのコンポジションに入れていきます。はい、じゃあこんな感じにできました。はい、ではここまでできたらですね、出てくると同時にこのタイトルデザインっていうこのテキストも現れたいので、こちらの長方形をトラックマットを使用します。こちらのオブジェクトをコマンド D で複製をして、このタイトルデザインの上に持ってきます。で、色を真っ黒にしておきまして、で、タイトルデザインのこのテキストレイヤー選び、アルファマットを選択しますと、こちらの動きに合わせてふうになります。で、そしたらメインのコンポジションに戻りまして、先ほどのリボンのコンポジションを挿入します。こんな形でですね、なったと思います。アニメーションをつけていく前に文字間の調節をしていきます。このような手書き風なフォントはですね、このつなぎ目を揃えておくと綺麗な感じにできますので、アニメーションをつける前にやっておきます。オプションとキーボードの右左でですね、この辺のカーニングの調節ができますので、つながっているようなところにカーニングを合わせていきます。じゃあ文字詰めの処理が終わったらですね、こちらのテキストレイヤーにアニメーションをつけていきます。レイヤーを選び、ペンツールから文字が書かれていくようにですね、マスクを作っていきます。
こんな形で、真ん中にですね、このマスクが来るように書いていきます。筆跡をなぞっていくように形で書いていきます。できました。でこちらができましたらエフェクトコントロールからですね、描画の線を適用します。で見づらいので今ですね線の幅をですね5とかにしたんですけど、今線が隠れるようにちょっとここで微調整をしておきます。ここまでできましたら、終了点にキーフレームを打って0% にして、まあ、1秒ぐらいのところで出てくると。
で、ペイントスタイルは元のイメージを表示で文字が書かれて現れてくるっていう風にできます。描かれるスピードなどはこのキーフレームを調節してきます。では続いてはですね、描かれ終わった時に一番先端のところにピョンとなんかインクみたいな感じでちょっと飛んでる感じのアニメーションをつけ足していきます。こういったちょっとしたことをですね、付け足すだけでなんか全体の見栄えが変わってくるんで、こういったちょっと細かいところにちょっとこだわっていきたいと思います。描かれ終わった最後のキーフレームのところで、ペンツールからインクみたいな感じで書いていきます。まず1個できたらですね、ちょっとアニメーションつけます。オプションカッコで印点を作って、でコントロールアットマークで、プロパティを表示させて、パスにキーフレームを打ってちょっとずらして、パスアニメーションでこのインクが飛んでるような感じでアニメーションしていきます。出て、ここにもですね、イージングをかけます。パス選んでグラフエディターを表示で、こんな感じで。アニメーションができたら、こちらのインクをもう一個複製をして、コマンド D で複製をして、ちょっと位置をずらして、キーボードのダブルボタンを押して角度を変えて、ちょっと見づらい、こんな感じですね。まあ2個ぐらい付け足しましたね。まあ、スケールとか変えてちょっと調節をしてと、はい、こんな感じでできました。放射状になってる部分を作っていきたいと思います。こちらはですね、まあ、ペンツールで線を作っていただいて、で塗りはなしにして、線の太さ5ポイントに設定します。でこちらのレイヤー名は線放射っていう風にしておいて、ちょっとレイヤーの色も変えておきます。コマンドアットマークでプロパティを表示して、先端のところを丸型にしておきます。プラスボタンを3回押してください。で、線分を30にして、間隔を8にして、線分2を15にします。で、こちらを、放射状に、まあ、このような形でぐわーっとコピーしたいと思いますので、追加からリピーターを選んでください。
で、コピー数は12にします。で、トランスフォームリピーターのところの位置を0にします。回転は36にします。そうしますとこんな形でできると思います。バーッと内から外に向かって伸びていくアニメーションをつけます。追加からですね、パスのトリミングを開始点が 100% にキーフレーム、で時間が経ったら 0% に。そうしますとこんな形でできると思います。で、こちらの放射状のオブジェクトをコマンド D で複製をして、リピーターのところですね、ここはですねコピーする、24として、で、ちょっと分かりづらいんで、ちょっと長さも若干変えたりとかして、3つぐらい複製をして、大きさなどコピー数を変えて、こちらのキーフレームにイージングをかけます。イージーズをかけて、こちらのグラフエッタ調整していきましょう。ではここまでできましたら、こちらの放射状のオブジェクトを再配面に持ってきて、プリコンポーズしときます。放射状みたいな感じで、コマンド Y で新規平面を作ります。で、こちらにですねフラクタルノイズを適用します。フラクタルと検索して、フラクタルノイズを追加します。で、こちらのフラクタルの種類を土にして、コントラストを800、マイナス20して、反転にチェックを入れて、スケールを3にします。で、複雑度を20にします。で、サブ設定のサブ影響パーセントを90のサブスケールを70にします。展開オプションの項目を開いて、ランダムシードに、エクスプレッションを追加します。ランダムシードのところにのこのストップウォッチのマークをオプションを押しながらクリックして、タイムアスタリスク5と入力します。そうしますとこんな感じでざらついた図鑑の、バックグラウンドができます。で、ちょっとこの辺の具合はですね、調整してあんまり大きくなりすぎずに、で、続いてこのノイズに色をつけたいと思いますので、コマンドオプション Y で、調整レイヤーを作ります。で、こちらにですねカラー補正の CC トナーっていうのを適用します。で、トーンズっていうところを、デュオトーンに変更します。カラーはですね、シャドウのカラーをこんな感じにして、ハイライトの方はですねちょっとこんな感じのベージュな感じで適用します。
で、こちらをですね、プリコンポーズします。コマンドシフト C でプリコンポーズです。ノイズバックグラウンドと名前をつけておきます。テキストなどにちょっと色をつけていきます。この辺の色もちょっと変えていきますね。マットな感じの色にして。はい、ではこんな感じになりました。で、こちらの先ほど作ったリボンのところにですね、こんなように膨らみを持たせたいのでリボンを選択してディストーションからですねベジワープを選びます。でこのバーをですねいじって画質もマックスにしましょう。でこちらのスケールを調整してこの放射状のところも色を変えます。これと同じ色にしましょうか。こちらのアフターエフェクツプロジェクトをコマンド D で複製をして背面のレイヤーの方をですね少しずらしておきましょう。でカラーをちょっと暗めにしてこんな感じですね、ちょっとドロップシャドウがかかったような感じにします。こちらのカラーのメインカラーを、このフォントのカラーも変えておきます。だいたいこんな感じでできましたら、コマンド Y で新規平面を作ります。こちらにフラクタルノイズを適用します。フラクタルの種類をダイナミックにします。でコントラストを20、明るさを15、スケールを60にします。でサブ設定は50とかして、こちらの展開オプションのランダムシードにのこちらのストップウォッチのマークにオプションを押しながらクリックしてタイムアスタリスク10と設定をします。でこちらの平面をですねプリコンポーズします。はい、ではこんな感じでできました。バックグラウンド以外を選んで全て選んでコマンドシフト C でプリコンポーズします。中間というふうにしておきます。先ほどの中間と作ったこちらのコンポジションにディスプレイスメントマップを追加します。マップレイヤーをですねディスプレイスにします。
で、ディスプレイスというコンポジションを表示をなくすと、こんな形でですね、文字とかこの映像全体がちょっとこうコマ送りしているような感じの質感が、できます。まあ、最後にあの手間をかけることでよりちょっと手書きっぽいアニメーションができるので、それをちょっと今から作っていきたいと思います。コマンドオプション Y を押して、新式調整レイヤーを作ります。時間、ポスタリゼーション時間っていうのを適用します。指定のですね、数値のフレームレートに変換することができるんです。なんかちょっと より手書きで、コマ撮りしてるような感じのですね、雰囲気が出るので、最後このちょっと一工夫を付け加えることで、よりちょっと可愛い感じのですね、アニメーションができるので、やってもらえたらなと思います。で、このポスタリゼーション時間っていうのはですね、若干重いので、最後に適用した方がいいと思います。全体的にアニメーションが全部終わった後に、最後に調整レイヤーでポンと入れるような感じでですね、作業がスムーズにいくと思います。はい、では今回は以上で、ちょっとレトロ風なタイトルアニメーションの作り方のご説明でした。次回の動画を楽しみにしてください。ありがとうございます。